フランスの強豪モナコ。過去には現在世界最高の選手エムバペやペップの右腕ベルナルド・シウバラを輩出。さらに2022年7月時点で売却額が1800億を超えるなど、欧州最大の育成工場として君臨。しかしここ最近は CL にすら出れておらず、寂しい日々を送っている。そんなモナコにどうしてもビッグイヤーを掲げさせたい、そう思った当チャンネルは、今回とある棒逆芸を使い、モナコが過去に売却した選手を回収し CL 優勝できるのかを検証。では今回のメンバーを紹介。ゴールキーパーにケーン、ディフェンス4バックはヘンリヒス、リサシ、バディアシル、メンディ、中盤アンカーにファビーニョ、インサイドハーフにはハメスとティーレマンス、サントップは右にベルナルド・シウバ、左にエムバペ、ワントップにファルカオが降臨。そしてサブにはディアロ、クルザワ、バカヨコ、チュアメニ、コンドグリア、デマル、ジョアン・モーティーニョ、カラスコ、マルティンス、オカンポス、サン・マクシマン、メネズ、マルシャルという豪華ラインナップ。また今回モナコはランスと入れ替え CL に参戦。そんなわけで早速初戦を見ていく。モナコに富をもたらしてきた面々が一斉に大集結。果たしてこのメンバーで欧州制覇できるのか。試合は17分、モナコが現代風の崩しを見せると、最後はファルカオが果敢に飛び込み、前半からダイナミックな攻撃を展開。その後もモナコの選手たちは躍動し、ファーストハーフが終了。モナコペースでゲームはハーフタイムへ。すると試合は後半に入り52分、エムバペのクロスは跳ね返されるが、セカンドハメスが拾いシュート。これが決まりモナコが先制に成功。怪我などが重なりトップフォームから遠ざかっているハメス、彼はこの大会を機に全盛期の姿に戻るのだ。得点後モナコは一時セビージャの反撃に遭うも、なんとか我慢し試合終了。モナコがハメス弾を死し、開幕白星発進となった。続く2節の相手は PSV。 縁起のいいスタートを切り、見通しが明るいモナコだが、この好循環は途切れる気配がなく、ファルカオのゴールで開幕2連勝。さらに敵地でのアーセナル戦ではファルカオが既視感ある2戦連続弾を決め、チームに先制点を呼び込む。しかしこれで浮かれたモナコは守備に隙が生まれ、敗戦まっしぐらの状況に直面。それでも74分にエムバペがチームを窮地から救い、今大会初黒星を回避。これで次戦勝った前提で他会場の結果次第で突破が決まる。そして第1番となるアーセナル戦、ここで勝って肩の荷を下ろしたいモナコだが、開始3分にファルカオが勝利フラグの先制弾を決め、試合はタイムアップ。モナコが完璧な試合巧者ぶりを見せ、7大会ぶりの決勝トーナメント進出。その後もモナコは主力を温存しながらうまくやりくりし、控え中心でセビージャに勝利も、最終節では PSV とスコアレスドロー。結果モナコは勝ち点14でグループ B を首位通過。また他のグループではドルトムント、ニューカッスル、ユーベ、レバークーゼンが CL から消え去った。そんな残酷すぎるチャンピオンズリーグラウンド16の相手はリバプール。アーセナル戦を経験したことでプレミア勢対策は万全のモナコ。果たしてアンフィールドでどんな立ち回りをするのか。試合は13分、エムバペサイドからモナコの攻撃が始まると、最後はティーレマンスに千載一遇のチャンスも。これはアリソンの圧に押され枠外へ。その後もモナコは攻撃のエンジンを止めず、ファルカオに何度もパスを供給するも1点も決められず前半終了。試合はエンド変わるとリバプールが本性を現し、ディアスがヘッドホン男を襲撃。すると74分、チュアメニがディアスに釣り出された結果、最後はサラーに豪快に叩き込まれ、
モナコが痛恨の先制点を献上。やはりこのフォーメーションだとアンカーは完全に弱点。モナコはリバプールの作戦にはめられたのだ。失点後モナコはチュアメニがリスク承知で前に出ていくも結局何も起きず試合終了。モナコが憂鬱な気分でホームに帰ることに。そして負債を抱えてのセカンドレグ。引き分けで良かった試合を落としてしまったモナコ。果たしてここから劣勢をどう跳ね返すのか。しかし前半序盤、モナコは前から連続プレスをかけるも相手からボールを奪えず体力を消費。だがそれ以降は左サイドから好機を作り出すもリバプール守備陣がことごとくクリア。それでもベルナルドが起点を利かせ個人技での打開を図るもこれも通じず前半終了。この状況には守護神ケーンが、攻撃が単純すぎる、もっとクリエイティブな攻めをしろと味方に提案するも、後半のモナコにそんなことをする余裕はなく貴重な時間を守備に費やし、ゲームセット。モナコがリバプールに屈し CL ベスト16で敗退。総額1000億以上の戦力を結集させてもこれが現実。それを選手たちは今回いやというほど思い知ったのだ。結果的に今大会の優勝チームはシティ。また得点王はハーランドが受賞し、ファルカオは3ゴールという擁護しようがない結果に。さらにアシストランク上位には誰もおらず、モナコの CL は虚しく終わった。ということで検証結果、サッカーは奥が深いでした。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ今後やってほしい企画がありましたらコメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。